Let's meet down at the lonely lane. Before summer has gone away. Swim out. ついに来たぞ、ケン。冬将軍到来。かわいい、あいつら。会議中、みんな中心向いて。まず雪かくよね。だね。スコップ持ってくるか。うん。ママさんダンプ、チビ。ママさんダンプ必要かな。まあ、どっちも持ってくるか。疲れた。あと落ちた。アマゾンブラックフライデーで買った新入りのゴミ箱です。いつもこの状態でこの辺に置いたり、ダイソーで買ったゴミ袋をゴミ箱に入れてたけど、ふにゃふにゃして自立しないのでコールマンの買いました。すごいケン、これなんかストッパーみたいなの外したらさ、ビョーンってワンタッチ大きくなるの。こんなすごっ。俺らがめっちゃ好きなやつや。めっちゃすごいよ。私これどうやって自立するんだろう。針金とか入ってんのかなと思ったんだけど、めっちゃすごい。しかもこれめっちゃ安かったからね。2000円ぐらいだったよ。なんか2000円なんぼだった。しかも中にフリップみたいのついてて、すごい。これ結構革命的かもしれない。ケン、海坊主みたい。何が海坊主や。何よ海坊主。海坊主みたいだ髪型。調べろ、海坊主の。海坊主、海から出てくる変なやつ。それそれそれみたいだった、ケンが。最低じゃん、バルウチって人の。なんか懐かしいな、この感じ。設営で結構疲労困憊するっていう。今日カーサイトにしたじゃん、うん、前回フリーサイト行って、うん、結構痛い目見たから、うん、それでもあんま大変さ変わってないじゃないか。雪中が久々だから、ああ、その効率よくないね。そうそうそう、うん、なんかテント開けっぱなしにしちゃって、その間に中のグランドシートびっしょりみたいな、びっしょり雪積もったりして、うん、それを書いて出して、うんうん、また2分ぐらいなんかそっぽ向いてたらそこにまた雪積もってみたいな。、うん、設営に
2時間以上かかりました。もう真っ暗で今日も焚き火できずに終了。いや早いね日没が。足氷だ。足が氷。ケン、私のさリュックのさ、うん、前のとこにさカイロ入ってないっけ、うん、あった奇跡。いいよケイト、いいよ、俺は氷じゃないからそこまで。いや、これもしかしたらスイッチだったかもしれない。いいよ、別に。あ、お、それはマグマだ。マグマ使うか。でもそれ足じゃないんじゃない。ね、まあまあまあ。で、足に入れたらやば。アマゾンか楽天のセールでカイロ買えばよかった。いや、これマジ最高。素晴らしい。こうかけて、ペッつってこう。おしゃれだし。こんなんあったんだね。いや、あったのよ。結構なんか王道っていうか。一回なんか全員アーツのやつ買おうとしたけどさ。それがね、うん、お値段的にこちらにしました。あー、いや、全員まあまあするんだっけ。うん、折りたためないでしょ、確か。いや、なんかどうにかできる。コンパクトにはなったような気するけど、結構1万ぐらいするっけ、したような気がするって思ってやめてしまった。いいじゃん、いいじゃん。しかもブラックフライデーで、ブラックフライデーの日までにさ、カートめっちゃカートに入れといてさ、1週間ぐらい前からブラックフライデーになった瞬間にチャーッ。ちょっと作るかい。あ、そうそうそう、おでん煮込まなきゃ、うんうん、ビール雪に冷やす。確かに入れるか。あ、グラスも入れるか。いいね。入っちゃうんじゃない。でもグラスの中に雪。いや、あの室内で。あ、そういうことね。室内の雪の中に。はいはい。なんで小声なの。全種類持ってきました今日。この夏の爽快とプラノヴィンテージ、ケンに利きビールさせようと思って持ってきた。え、今日、うん、怖っ。コップないじゃん、そんなに。いいね、いいね、いいね。ついて、エクストラコールドクラシック。こりゃいいぞ、こりゃいいぞ。あご出しにする。九州から帰ってきたばっかりだしさ。じゃあ、ごだしになんかちょっと物足りなかったらタイ入れる。うん、そうしましょう。うわ、どうした。めっちゃ暑い、上の方。今、沸いた瞬間、2度ぐらい上がった。本当だ、え、うん、やばい。室内17度。17度だよ、ケン。前回何度だっけ、4度ぐらい。6度、うん、5度とか。5度とかで、しかも前回より、前回さ、外マイナス2度とかだったっけ、うん、今日マイナス、今のところマイナス5なのに来てます。なぜかというと雪が積もったからでございます。じゃーん、ありがとう、仕込んでくれて。あー、いいね。大根、タコ、タコもある。わー、よしよしよし。うわ、煮込みましょう、じっくり。うん、去年おでんやった時さ、煮込んでないよね。あんま煮込んでないね。今日は、ケンが嫌いなはんぺんはやめました。嫌いっていうか、トラウマみたいな、うん、味は美味しいのは分かってる。ケンの嫌いな昆布は買った。ケンの好きなの。うん、鶏嫌い。だしは好きなのにね。そう、ケイトの大好きなつぶ貝。それはあの、こういうパックのやつ買った。粒からもだし出そうじゃない、うん、ね、味見してみてもいい。うわ、これはうまい。すで、にすごい。それ何？牛すじ。牛すじ？うわあ、あー、なになに、牛すじのタレ全部。やばいやばいやばい、緊急事態だ。臭いぞ。怒られる、ケンに怒られる。ケンの気持ちいい方の電気も服にまた垂らした。先日の九州旅で、こちら九州の有名なごまさばが空港でお土産で売ってたんだよね、うん、冷凍でね、うん、で、買ってみました。あれ、ごまごまか、あるよ。あ、そうです。なーにを言ってますの。さすがケイト先生。なーにを言ってますの。いや、このごまさばどうなんだろうね。やっぱ店で食べるやつとは違うんでしょうか。ごまさば、俺ら結局2回ぐらい食べた。食べた食べた、3回食べたか。うん、で、このシェラカップでいい。あ、いや、いいよいいよ。こちらもアマゾンのプライムデーでついにゲットした。1年ぐらいずっと買おうと思って忘れてた、ね、ハサミめっちゃ欲しかった、調理バサミ。早く買えって感じ。早く買えよって感じ。忘れちゃうんだよね、その場で買えばいいんだけど、ついにゲット。
いやごまさば、これはビールじゃない？先生ビールじゃない？めっちゃうまそう。どうなんだろう。とりあえずじゃあごまさばで乾杯。うん、どうだい。あ、これも冷えてる。やば、めっちゃ冷えてる。わあ、めっちゃうまそう。やばい、待って、室内でも雪でこんなになるんだ。うわうわ、あ、やばい、あ、ひりつミスった。ひりつミスった。今日はいいんじゃない？ああ、足りない、足りない。暑っ。わぁ、21度まで上がってる。超えてる、20。え、暑っ。すごい。暑っ。かゆく。俺、髪、海坊主じゃん。海坊主。海坊主だ。海坊主。何だろう、その踊り。はい、早く剣をまなくなる、はい、乾杯。じゃあ乾杯。日本の勝利。ワールドカップ。やばい怖っ。エクストラコールドの上ってある？スーパーエクストラコールド。これすっごい。え、尋常じゃない。尋常じゃない。え、普通にこれ正直あんま期待してなかったね。なんか雪ってそんな冷たくないって言うじゃん。だから大したことないだろうなと思ってたんだけど、うん、マジ一気に半分いっちゃった。ケン、ごまさば食べなさい。ケン食べなさい。食べなさい。いい、おでんは煮込んでんだよね、さっきから。こんな感じ。ごまさばいただきます。どう？同じ？同じ？え、同じだ。店？うまっ。え、すごい。もっといっぱい買えばよかった。うん、うん、ああ、わあ、おいしい。九州やば。見た目ほどしょっぱくないんだよ、ね。うん、ちょうどいいのよ。塩辛とかってさ、めっちゃしょっぱいじゃん、うん、まあ、おいしいんだけど上品なんだよね、味が全部。なんなんだろう、うん、なんで札幌にごまさばないんだろう。なくない？新鮮なサバってあんまこっちで食べれなく、食べなくない。しめサバしかないか。しめサバもそう、生じゃないもん。あー、めちゃくちゃうまい。めっちゃ買ってきたもんね、福岡で。自分たちにお土産。あの駅のところでね、中心部から空港までの距離が短いから、持ち運ぶ時とかも楽なんだよね。あ、最後タクシー乗ったんだよね、空港まで。うん、さすがにヤバすぎる。でもそんな、うん、札幌なんて、うん、千歳空港までタクシーで行くとかありえない話。5,000〜6,000円かかるのかな。いや、それぐらいのレベルじゃない。だって高速も乗らない。え、もうちょっとかかると思ってた。逆に1万近くかかると思ってた、うんうん、まあ、多分選択肢に入ってこない。そうそうそう、うん、だけど福岡はうちらのホテルから空港まで行っても1,000円後半ぐらいだったかな。だから結局そのうちらのホテルが結構駅まで遠かったから、ホテルから駅までタクシーちょこっと乗って、そっから電車乗ってもなんか大して変わんないじゃん、うん、値段、うん、びっくりしたよね、うん、最高だよね。最高。あ、早いね今日。ケンもね。てか室内がさ、暖かいから涼むでしょ。そうだそうだそうだ。21度ってすげえな。外はなんとマイナス6です。私今日こんなに積もってるってちょっとあんま思ってなかったからさ、うん、なんかあれだったわ。カイロとかも持ってきてなかったし。いや、油断してた。ペグもなんかちゃんと準備してなかったし。行きの車でさ、車の中に外気温って、うん、マイナス7って書いてあって、今日マジでヤバいなと思って。道も結構ツルツルだったから。結構事故起きてたよね。いや、事故起きてた。3件か4件ぐらい。中山峠で、うん、俺かなりゆっくり走ってなかった。後ろちょっとね詰まってた。詰まってた。40キロとか50キロぐらいで走ったからさ、怖いんだよねやっぱ、うん、下りとかがさ特に怖くて。おでん食べる？ビール継ぐ。あ、ああ、おでん選んでからビール継ぐ。そうしましょう。これちょっと雪に埋めとくか、この残り。確かに。もうちょっとどっさりそこに雪あればね。ね、今度からさ、テント立てるときにさ、うん、冷蔵庫コーナーみたいなの作っとけばいいんだよ。ビアブース。そうそうそう、うん、いいね。どうだろうね、煮詰まったか。うわ、おうまそう。めっちゃ煮たんじゃない。めっちゃ煮たよね。牛もつ行きます。え、私、うわー、タコ行こう。わー、タコいいね。
うわうわあ、俺粒行こう、やっぱやめた、粒行きます、粒行きます、うわ粒だよ、やばめっちゃ味しみてる、うん、うわめっちゃ染みてる、やばいね、昆布の出汁すごい、うまっ、うわなんかこれおでんじゃないみたいだ、すげえ、煮物なんだろう、あのさ、うん、ちょっといい話変わって、うん、今私がビール飲んでる時にさ、うん、ケンがこっち見てさ、なんか私の顔すごい見ながらさ、なんかうまいみたいな顔してた、してたんだけど、多分でも私ビール飲んでたからそっち見れなかったんだよね、なんかさデュエットみたいなさ歌番組とかの、うん、あのキンキキッズとかだったら常に2人やってるから多分タイミング分かってんだけど、うん、なんかコラボみたいな感じで、なんか年末の FNS 感謝祭とかでさ、こうなんかいつもじゃない人と歌うみたいなパターンあるじゃん、うん、あれでさなんかこうタイミング合わせてさ顔見ながら歌うみたいな時あるじゃん、歌手が、うん、なのにそれがさ、こっちの人はこっち見てうーんってやってるのに、こっちの人は前見て歌ってる時にさ、もうなんか曲が入ってこなくなるんだよね私見てるから見てあげて、見てるからみたいな、あって、うん、隣の人見てる見てるみたいになって、曲が全然入ってこなくなるのを、いやめっちゃわかるかも、今これをケンの顔見れなくて、それを今急に思い出したっていう、最近多くない、こっちが見てるのに見てないみたいな、こっちが見てるのに向こうがすごい味わってる気づいてなかったあんまりもう6年も経つから、ね、お互い自己中になってる最初の一口は譲るけど、うん、食べた後はもう自己中牛もつ、うん、うまいよね、おいしい、いやこれ大根やばいよ、多分マジでやばいよこの大根は、うわ北海道にもさ屋台があればな、確かにね、まあ結局行けなかったんだけどね屋台、いや福岡の屋台マジでね、うん、激混みでね、うん、あ激混みっていうか行列、あれでしょ、観光客の人が結構行くんでしょ、それ向こう地元の人行かない、あんま行かないってなんかね聞いて、うまい、なかなかうまい、すごい、水、大根水でできてる、1時間半煮込んだらこんな感じなんだ、えもうさ次から家でさ2時間ぐらい煮込んでさ、うん、そのまま持ってくるって、今日やろうと思ってたんだよね、うん、ガスもったいないしと思って、あねね、そうだよね、でもなんかそうすると鍋に汁を入れた状態で持ってくるじゃん、うん、まあ危ないよね、普通に垂れそう、うん、なんかタッパー、まあ、タッパーとかに入れたらいいんだろうけど、うん、なんかあんまそんな大きいタッパーないしと思って諦めた、うん、結構ナバリで運んでる人いるけどね、うそ、この間キャンプの YouTube 見てたら、うん、こんな大きいナバリ、なんかよく見るさ金色の鍋でやりたく、ああ給食みたいなやつ絶対1回しか使わないでしょ、剣だよ、いつも私がそういうの欲しいって言ったらそんなの使わないからやめろっていう、いや、うん、まあやりたいなって思うだけで、まあ、結局俺は買わないんだ、私はね、うん、こういうやつ欲しいのさ、の四角くなってて、うん、もうほんとコンビニのおでんじゃないけど、うん、とか屋台のアルミみたいので、うん、こう、うん、部屋が分かれてて、うん、あるんだよね、一回しか使わないでしょ、いやそれもうあれがあったら家でおでんやるから買おうかなと思って、うん、この間プライム、うん、アマゾンプライムで、あ売ってる探したんだけど1万円ぐらいして、高っ、多分したんだよ、それは買わないよ、いや6000円ぐらいかな、いやわかんないけど、なんかとりあえずなんか買わない金額だったんだよ、うん、グアムか、今日設営に2時間ぐらいかかってさ結構疲れたじゃん、しみるよね、めっちゃしみるめちゃめちゃしみる、いやサフィナで焚き火できないのはなしだよ足やんないとやる気満々、うん、やる、今日はだからもう疲れてから早く寝て、うん、朝にかけよう、そうだね、え、これ飲む、それちょっと待って、うん、キキビールするから、そんなガチクイズじゃないよ、ただこうどっちも入れてどっちでしょうってやるだけで、二択ね、うん、え、それはわかるよ、夏の爽快とあれでしょ、うん、フラノヴィンテージ、フラノヴィンテージでしょ、絶対これフラノヴィンテージ癖強いもんめっちゃ、ふーん、鼻の穴、鼻の穴が広がってる、あれ牛もつ一人2本、いや牛もつ全体で3本、あ、そう
怖っ。顔が怖っ。人殺しの顔してた。めちゃくちゃ暑いから私 T シャツになろうかな。あ、オンリーユー、ディ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 、オンリーユー。ついに届きました、こちら。これ北海道の自慢 T シャツでしょ、うん、ユニクロで北海道祭りだっけ、なんだっけ、なんとかってね、やってて、クラシックとか、はい、松尾ジンギスカ、あと三好の餃子とか、あ、そう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 、の T シャツが出てたんだよね、うん、一時的にね、うん、それを予約して1ヶ月待ち届くまで、そんぐらいだったよね、うん、で、やっと手に入った、手に入った、長かったね、もうなんか忘れてたもんね、そうそう、あ、そうだったみたいな、そう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 めっちゃいいじゃん、これ何種類かあったんだけど、このデザインが一番可愛かった、みんな何買ったんだろう ね、なんか視聴者の方でも私も買いましたって言ってくれてる人何人かいたけどさ、ね、うん、どの柄にしたんだろう、みんなでこれ着て来年なんか飲み会みたいなのやりたくない、イベントとかじゃなくて飲み会、飲み会この T シャツを着て今からキキビールをやるわけですけど、もし万が一にも外しましたらどうなりますか、この T シャツを着た状態でキキビールやって万が一外しましたらどうしよう、謝りに行く、札幌ビールの工場に謝りに行く、視聴者に謝った方がいいよマジで今までビールについて語って申し訳ございませんなんか野球少年みたい、野球少年、え、いいねそれ、白、なんか俺黒で変だわ、うん、まあでもいいか、仕方ない、しかもこのヒートテックさ、え、気持ちいい、あれあれ、それ何、いつ買ったの、昨日、え、めっちゃいいじゃん、いいでしょ、しかもね、気持ちいいし、うん、でしっかりしてて、なんかこう、なんていうの、ちょっとめっちゃいいじゃん、ファッションの的なインナーにも使えるっていう、これ夏に着たいな、着るしょ、そりゃビアガーデンさ、これで歩きたくない、いや、やばいよ、たぶん、あの人たち、なんか、でも、着てく人いそうじゃない、買って、いや、いるかもね、ね、みんなでなんかこう、これ着て飲んでそうじゃない、来年の夏これで行こうじゃ、来年、うん、行こう、はい、ケンさんに今日、キキビールしていただきます、俺なんだ、うん、この2つですね、札幌クラシック夏の爽快、こちらが夏にしか出ないバージョン、こちらが札幌クラシックフラノヴィンテージ、これが秋にしか出ないバージョン、味が違うんですよ、こっちがリトルスターっていうホップを使っておりまして、晴れやかな夏らしい爽快な香り、こっちがフラノの摘みたて生ホップをそのまま使用することでなんとかな香りと爽快な後味を、それなんて言うんだろう、読めません漢字が、ぼう、芳醇、芳醇かな、っていうことで、あの味が違います、でも夏の爽快は俺自信ないな、あのこっちとの違い、違いがあんまりよくわからない、ちょっとあっち向いてていいから、はい、シマと喋ってなさい、寒かったか隙間風対策にされてかわいそうに、完全に最近の島は隙間風対策だよねかわいそう、角の隙間風に持ってこい、けいこっち見ないって、あ、色違うかもしれないんだから、いいよ、見ていいの、うん、そっちから飲んで、はい、じゃあいただきます、フラノヴィンテージだこれ次いいよ、はい、どうぞ、これも香らないもん、へぇ、一切変わらない、あえて癖のないように作ってるんでしょ、夏だからすっきりって感じでしょ、多分どっちもうまいよ、どっちも好き、あー全然違うね、これは、うん、これは全然違う、悔しいですが健太郎さん正解です、正解です、よかったなんか冬になると、いや夏もなんだけど、なんだろう、癖のあるビールがこう恋しくなる、わかる、いや
他のさビールでもさ癖のあるやつが俺ら結構好きじゃん、うん、IPA とかさ、うん、大好き、ね、ペールエールとかそう寄ってるもんね。いや寄ってる寄ってる、うん、じゃあこの癖のあるビールにはこちらグッズグッズにもう割れちゃって水分を吸収して割れたウィンナーこっちの方がいいんじゃないっけヴィンテージの。ああいいの。いやケイト言うよ。ケイト言うよ。ケイトもやる。いやいや分かる、これはさすがに悪い、分かるよね、うん、まあちょっともう年末だから忘年会がてらおうち居酒屋 OK を開催しよう近々。私ドメーヌケイトやるから。ドメーヌケイト、ほらね、十分でしょ、これでうどん食べたら。素晴らしいよ、うん、美味しかったでしょ、たり、うん、テンションも上がったでしょ。テンション上がりました。なんか天、私がコツコツおでん刺して準備したのに、今日のご飯何って言われて、ごまさばとおでんって言ったら、牡蠣とかタチとかないのって言って、ないって言ったら、それじゃああんまりテンション上がらないんじゃないめちゃめちゃうまかったでしょ、うん、で私はいや、テンション上がると思うよ、私は上がるけどねって言って、でもケンがタチとカキ入れたいんだったらじゃあ買いに行くかいって言ったんだけど、スーパーを経由していくんだったら30分ロスするみたいな話になって、それでもカキを買うか買わないか問題になって、どうするって言ったら、うん、まあいいかみたいなこと言って買わなかったんだけど、え、ケン満足したでしょ。満足しました、めちゃめちゃうまかった。十分豪華なんだよこれ。最高だったでしょ。もう早くうどん食べたい。うどんを入れます。あ、違う違う違う、あ、大丈夫大丈夫大丈夫。一人前、二人前持ってきてるよ。昆布めっちゃ食ってんな。何個食べた。6個ぐらい。すごいね。海坊主。何や海坊主。どういうこと、上がり続けてるんだけど。24度近いよ。え、マジか。今日の日付1月16日になってる。しかも2時27分。前回1回抜いたんだよね、私。あ、それでそしたら、リセットされて1月1日になるんだ。そういうことか。そう。合わせてない。今日は12月1週目です。こんな温度上がんだ、やっぱり雪。雪の力すごいね。じゃあ、薪ストーブじゃなくても抜いたんだよ。でも、薪ストーブがあることで生活が一変するからな。うん。うん、寝る前のお湯とデザート。久々や、夜ケーキ久々や。通ってた、うん、今通ってった。ちょっと大変な事件です、これは。事件、いや事件じゃないでしょ、普通にケンがチクるなよ。あの、なんだっけ、それな、もうチキン着とかについてるこのかんぴょうのこのリボンみたいなやつを残してる。いや俺そこ好きじゃないのよ、あんまり。なんで。そこはもう飾りみたいな認識。これだけなんて止める人初めて見た。え、いつもこれ撮ってたの。もう毎回撮ってたよ俺。俺そこは食べたことないよ。こっそり捨ててたの。まあこっそり、こっそり捨ててたわけではないけど。普通に捨ててた。普通に、うん、まあこの輪っこ輪っこ残してるけん。うるさいね、あんた。ん、輪っこ残してる。おなじみのプレミアムロールケーキ。今のところ値上がりはしてないんじゃん。あ、値上がりしてんじゃん。あれ100、あれ130だったよね。130円台だったよね。うわー、あ、値上がりしちゃってるわ。まあまあ仕方ないね、ローソンさん。ちゃんと半分こしてよ。はい、久々に食べた。おいしい。おいしい。今9時45分で、うん、いつもなら11時ぐらいにスイーツ食べるんだよね。遅っ。うちらね。そう。キャンプの時ね、うん、あ、家では11時にスイーツは食べてない。ダメダメ。キャンプの時は、うん、やっぱ結構深酒っていうか、あ、深酒、ちょっと飲むよね。だらだら飲んで、うん、いつの間にか10時11時になってスイーツ食べるんだけど、うん、今日は今9時45分で、うん、北海道のキャンプ場は冬になると夜水落としするんだよ、ね、あ、うん、だから10時にセンターハウスの水道とか全部閉まっちゃうんだよね、うん、
いやそれまでに歯磨きを終わらせなきゃいけない問題が生じてきて、トイレは落ちないけど、トイレもね落ちてんだって実は。えでタンクの中にマックス溜めといてそっから使うから。あそうなんだ。だからあんまりなんていうの、例えば満場とかでみんな行けすぎるとなくなるらしい。だから冬はあれだね、うちら健康的でいいかもしれない。そうだね、うん、朝早く起きたいし、うまそうに食うね。健康食え。いや、レッスン。チクんな。ん？チクんな。うまい。ああ、おいしい。ああ、これは寝れるわ。北海道のキャンプ場はって言ったけど、別に全国的に冬キャンプやってるところは。まあね、マイナスになってる地方はそうだよね。水落とすのかな。すごい凍ってる。凍ってる？凍っててチャックが開かなかったの。ふわー、これ伝わるかな。ねえ、星は見えないんだけど。なんだろうこの森感、冬の森感。あの本当にクリスマスツリーの村に来ましたみたいな感じ。すごいんだけど、まだ10時50分ぐらいなんだけど。嘘、マジ？多分。すごい、ケンすごい奇跡だ。いつも12時を超えるのにね、寝るの。それで8時まで寝てるのにね、あっという間に時間が過ぎたな。あっという間だ、ほんと。次回は早く来よう。遠いからね、近ければね。すぐ来れんだけどね。で今日さ、2時間で着く予定だったのにさ、安全運転してたらさ2時間40分ぐらいかかったでしょ。いやそんなかかってないでしょ。あコンビニ寄ったりとかさ。あうん、そうだね、2時間40分ぐらいかかった。結構かかった。だからやっぱ冬は予定よりそうね、だいぶ遅くついちゃうっていうのは、これもまた忘れてたよね、久々で。はい、しかもね荷物ね、車の中に搬入するのも結構時間かかんない。やってないけど灯油とかもさ確保しなきゃいけないでしょ、ガソリンスタンド寄って。確かに勉強になりました。いやでもん、力尽きた。寝るか。寝るか。けど、うん、ご挨拶、うん、今日は疲れたね、金ちょっとだけ。うん、疲れたな。撮影頑張って、もう眠たい。寝ようも。明日の朝、綺麗な景色をお見せできるように早く起きます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。あー久々にこんなになんか疲れた状態で寝れて、これはこれでなんかいい。ビールもうまかったし、うん、動いたって感じ。消すよ、うん。不思議だね。何が不思議だ。何が不思議なの。こんなあったかいの。確かにな。不思議だ。不思議だね。不思議だね。